こんにちは。私の名前は吉田高岡です。私は杉澤渡辺圭さんです。今日は香水について発表します。私たちはプレゼンテーションに4つ分けます。最初はコンセプト、次は連絡先、そして生き方、最後はおすすめです。まずコンセプトは食べ物やと買い物とアクティビティが集まっているところです。次は連絡先です。バンバンル駅に近いです。営業時間は午前11時から午後11時までです。でも休みの日は水曜日です。そして行き方はアルサオリ駅で降りて515と539番のエアファマスに乗ってバンコエバス停で降ります。最後、おすすめの店を紹介します。1番、ヘッペニットショップです。若いデザイナーと演出家の作品を集めている店です。そしていろいろな製品を販売します。例えば絵はがきや手作りノートなどです。またフリーランスの作家の本もあります。2番、デイティーハウスです。香水で新しい視点です。最初の視点はワイヒンでファイナーアウレットにあります。世界中で上質なオーザーを集めている店です。またこの視点は大きなグラスハウスです。珍しい中小品で飾ります。ベルサイというおすすめメニューがあります。2人のお茶とケーキムースで890バスです。3番ナオーガンコクです。香水で一つ重要なランドマークです。旅行からインスパレーションが取られたから大きな飛行機の中にレストランが建てられました。また飛行機の中では古い家具と剥製と収集品があります。そしておすすめメニューは5コースと8コースがあります。5コースで1500バスです。でも8コースで2500バスです。4番レトロライブラブです。レトロな写真を撮る店です。そして若いに人気があります。衣類やプロップを借りることができます。家具は写真のサイズに応じて1500バス、7000バスから開始です。また店内ではヴィンテージ台で飾ります。皆さん機会があったらぜひ行ってください。これまでご清聴ありがとうございました。